水菜月です。私がライフワークとしている美と健康についてあらゆる角度から検証したり実践していることを紹介するチャンネル、水菜月の美健塾。今回は皆さんからいただいたいろいろな質問にお答えしたいと思います。さあ、どんな質問が来てますでしょうか。行ってみましょう。水菜月の美健塾、美と健康に関する検証。スキンケアのこだわり、化粧品のつけ方について、どんな良い化粧品を使ってもケアの仕方が間違ってたら意味がないと思いつつ正解が分からず、一度教えてほしいと思っていましたので、基本のケアの仕方を教えていただきたいと思います。水さんのような綺麗なお肌にほんの少しでも近づけたら嬉しいと思います、というご質問いただきました。ありがとうございます。私も勧めてもらった方がすごい綺麗で、お肌がで何使ってるんですかって教えてもらって使ってたんだけど、結局なんか適当にやってたから、ま、今一つ効果がなかった。その人に相談してちゃんと教えてもらったんです。そしたら化粧水やクリーム、日焼け止めはパッティング、美容液、オイルは抑えるようにってことが、これ基本だそうです。こう よくねパチャパチャってやるじゃないですか。でなぜパッティングするかっていうと、なんか立毛筋っていうのがあって、こう毛穴があるじゃないですか。で毛穴と皮膚を支えてる、あとね絵載せますけど、支えてる筋肉があって、その筋肉がこう弱まるとウェーンってこう毛が倒れる。そうすると毛穴が伸びる。これがその毛穴だとか皮膚の張りだとかの原因になるらしくって、だからその立毛筋を、まあ、鍛えることはできないそうなんですけれども、刺激を与えることによって立毛筋が働いて毛穴が立つと毛穴が引き締まるっていう効果があるらしいんですよ。だからこう柔らかくパッティング、これもねバシャバシャねガシャガシャする必要なくて柔らかくパッティングするのがいいんですって。その刺激を与えることによって交感神経が優位になって毛穴が引き締まる。化粧水、クリーム、日焼け止めはパッティングで、クリームとかもぬりぬりしちゃうことが多いと思うんですけど、このパッティングもこう4箇所、5箇所点点点つけて、これをパッ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 とやっていけば点描画のように全部が埋まるわけですよ。で全面やって最後にこう優しく外に向かって上に向かって、で耳の横から流すってよくありますよね。これでも絶対いいと思います。でおでこもこう横に流すっていうのをやると良いのではないかなと思います。はい、2つ目の質問は喉のケアについてのご質問いただきました。そうですね、まあ、仕事柄ね喉のケアはすごく大事になってくるんですけれども、先輩であのすごい歌の上手い方で喉のケアどうされてるんですかって聞いたら、気にしないようにして何もしてないって方もいたんですけどそれは人によるので、私なんかすごく気にするタイプで、私これも教わったんですけど、ここですね、マヌカハニー&アズレンスプレー、そうそう、アズレンっていうのが喉にいいうがい薬なんですけど、もう本当にアズノールっていう、アズレンとアズノールと同じ薬剤なんですけど、これでまず朝起きたらうがい、そしてこれをちょっと喉がチリチリするなとか乾燥したなとかっていうのに何せシュッシュする。イソジン系のはやりすぎると喉がね焼けちゃうんですよね。何せ一日何度もってやるとちょっと喉に良くないし乾燥もするので、これしかもねこのスプレーは蜂蜜も入ってるので、あの喉に非常にいいです。これちょっと乾燥した時はこれと、あと戦うマヌカハニー、これ勧めてもらった友達になってもうしょっちゅう食べてる。本当にしょっちゅう、もう家とかでも食べるって言ってました。だからこの2強ですね、その免疫を高めるという時点というのと、あの喉の乾燥を防ぐっていうのでこれ最強。それからあとこのこう食べかけですけどね、鼻のど天地飴、これも喉がすっきりします。これも俳優さんに教わったんですけど、これをペットボトルに1粒入れておくと勝手に溶けるんですよ。そうするとねミントドリンクになるの、喉飴ドリンクにそれもなんか良かったです。その公演中試してみましたけど良かったです。こう普通に今食べるとマスクの中でこうスーッって目がスッってなっちゃうから、ちょっと気をつけた方がいいやつですね。あとこれだ、ちょっと箱が今日なかったんですけど、ピタスっていうハルトローチなんですけど、これこういう風になってて、こういう汁物、こういう汁物やりたかったこれでも同じ色だから見えないこういう汁物なんですけど、これを下の上に乗せて、このペロッと上の顎にペロッと貼り付けると、あの口の中にトローチを貼ったまま喋ったり歌ったりできるっていう、これはもうね本当に宝塚の時にお医者さんに
教わったんですけれども、もうこれめちゃくちゃ良くて、ちょっとした喉のイガイガの風邪とかにはもうこれで効きますみたいな、喉の痛み腫れにって書いてあるぐらいだから、もうちょっと声がれしてきちゃったなとかいう時はこれもおすすめです。甘いものは1週間にどのぐらい食べますか、またどんなものにしていますか。ね、仕事でダイエットとか、まあ、ダイエットですね、これ体を絞りたいっていう時はめちゃめちゃ我慢します。まあ、週に1回にするとかしてますけど、我慢しなくていい時はほぼ毎日食べてますね。一口とか、止まんない時は二口三口とか食べちゃうんですけど、なるべくこう低カロリーのお菓子とか低脂肪のお菓子とかグルテンフリーとかそういうものをなるべく選ぶようにしてます。でも食べる時は食べます。あとはこれ言っていいかな、コンビニスイーツはなるべく買わないように気をつけてます。なぜならすぐ手に入っちゃうから、もうこう通りすがりに、あ、美味しそうだな、ちょっと買っちゃうとこれもすぐ癖になっちゃうので、コンビニに行っても眺めて、やめるみたいなことは気をつけてます。すぐ手に入らないようなちょっと百貨店のちょっと美味しそうな、ちょっとお高いけどっていうようなものを選ぶようにすると、たまのご褒美、なんかすぐ食べないみたいな、まあ毎日食べてるんですけどね。一口チョコレートとかにしています。もうそれ、あとはもう食べた日は歩く、とにかく歩く。一日の食事で気をつけていらっしゃることがあれば教えてください。夜仕事終わりが遅いため食事が10時になってします。まあお疲れ様です。流れにこのパターンのため太る原因のような気がしています。スリムになりたいので一日の食事で気をつけていらっしゃることがあれば教えてください。夜10時はなかなか遅いですね。まあ食後すぐ寝ない、まあ、消化してからね寝るっていうのがやっぱりすごくいいと言われていますので、あとはよく噛むのがいいんじゃないかなと思います。私職業病で全然噛まないんですけどだからすごい噛むようにしなきゃなと思ってるんですけど、あとは野菜をね先に食べるようにしてます。なんか野菜をね先に食べると血糖値の急激に上がらないから、急激に上がるとドーンって下がるので、またなんか食べたいと思っちゃうので、ゆっくり食べて血糖値をゆっくり上げて満腹中枢を刺激しながら、満腹にならないまで手前で抑える。まあ食べちゃいますけどね、満腹になるまで言ってるところとやってることが全然違うんですけど、まあいいのは野菜から、そしてよく噛む、そして寝る前はちゃんと消化するまで待つ。でも10時からご飯食べて、また朝も早いのかな、もう本当お疲れ様です。タンパク質を朝食べると一日のそれこそ血糖値のが急激に上がらないから食べる量が減るっていうのはどこにも書いてありますね、あちこちに。そんなの試してみたらどうかなと思います。おすすめやお気に入りのボディクリームありますか。ですね、これワセリンのフレッシュレモンの香り、なんかやっぱねボディクリームって香りがねやっぱりいいじゃないですか。だから私はこれが気に入ってますけれども、でもなんか私も足首とかかかとは何やっても乾いてるんですよね。でもお水を飲んだらちょっと乾きが減るような気がします。でもこの足首とかかかとの乾燥についてはまだまだちょっと研究に余地ありだなと思ってますので、今後いいものが発見できたらぜひご紹介したいなと思います。そしてファスティングはしたことあります。あります。2回ですけどね。でもどちらも酵素ファスティングをしました。酵素ドリンクを飲む、2時間に1回こういうなんかちっちゃい 20cc とか 30cc のカップ飲むだけなんですけど、でもあとはお水を1日2リットルと、あとちょっとファスティングすると血糖値がそこ下がるから頭痛くなったりすることがあるんですけど、その時は塩分を取るので梅干し、大きい梅干しを半分ぐらいお湯に溶いて飲むみたいなのを、その2時間おきにドリンクで1日2回梅湯を飲むっていうのを、最初のファスティングの時は3日間で、前後その準備食と回復食と入れて、まあ1週間ぐらいなんですけど、2回目の時は5日間ファスティング、その酵素ドリンクだけっていうのをやって、その前後2日間ずつっていうのをやりました。でもやっぱ結局ファスティングで食べないからめちゃめちゃ体重減ります。最初の時も4キロぐらい
これはベルサイユのバラのガラコンサートの時にオスカルの白ブーツ白パンツ履くにはもうあと3キロ体重を減らさなければ履けないと思って思い切ってファスティングしました。でも4キロ減りましたその時。だから効果は絶大で、食べない分減るけど回復食から普通食に戻していけばファスティングの時よりは食べることになるから4キロ減っても2キロは戻るかな。でもそのベースの体重が例えば55キロだったの人が、まあ、53とか4とかにこうベース体重がちょっと減る可能性はあるかなと思います。やっぱりその胃がちょっと縮むとかいうこと で最初の時はあの舌がなんか苔みたいな白くってなってでもこれってやっぱり毒素が溜まってる証拠なんですって。でそれがなそれになったりあと回復食の時に梅大根スープみたいなのを飲むともうトイレみたいになるのでちょっとお休みの日じゃないとできないかなみたいなのがありましたけど、2回目の時はあのってなんなかったし回復食も加減をねしてやったので仕事中でもできたかなっていう感じなので、よくあのネットとかにも出てるのでその準備食ファスティング回復食っていうのをよく調べてで ドリンクも どれが効果いいかなっていうのを調べてやった方が体にいいんじゃないかなと。いろんなやり方があるので無理してやると体壊しかねないので気をつけください。でもこうなん解毒にはいいんじゃないかなって。ということで今日は、皆様からいただいた質問にお答えさせていただきました。いかがでしたでしょうか。私プロじゃないので、ね、あ喉のことはプロでもありますけれどもあの全部が全部その全て私の言う通りにしてくださいってわけじゃないし私のことが全て正しいってことがないんですけれども、まあ、あの参考にしていただけたらいいなと思います。お話の中で紹介したアイテムは概要欄に載せてありますのでぜひご覧になってください。はい、そして、私トライしてみましたとかこれやったらすごく良かったですはたまたこれやって失敗しましたみたいなこともあったらぜひお伝えしてください。お待ちしてます。楽しかった方参考になったなって方は、チャンネル登録そして高評価もぜひよろしくお願いします。ではまた。